はい、どうも皆さんこんにちは。本日もダイパリメイクやっていきましょうか。で、今日なんだけど、マルチスケール型の海竜、こちらのポケモンが今めちゃくちゃ流行ってますね。まあ、このポケモンについては1週間前ぐらいの動画で確か取り上げた記憶がありますね。マルチスケールの海竜が作りたいからミニ竜をゲットしに行くみたいな、そういった動画だったと思うんですが、もしよろしければそちらの動画もご覧いただければと思いますね。まあ、そういったところで、この海竜なぜこんなに注目浴びているのかっていうところ今から話していければなと思いますね。で、まずですね、前置きとしまして、種族値合計が600になります。まあ、種族値600っていうことで、もうこの時点ですでに強いんですよね。もう問答無用で強いですと。ただね、それだけじゃないんですよね。まず HP が91、攻撃が134、で、防御が95、で、特攻が100、で、特防が100、で、素早さが80ということで、非常にバランスが取れてますね。ただ、この中で、やっぱりね、攻撃134っていうのが、抜き出てるのかなと思いました。全ポケモン中11位だからね、まあ、かなり高い方じゃないかなと思います。まあ、そんな感じなわけなんですが、ただ、唯一の欠点としましては、やっぱりね、素早さかな ?80 なんですよ。80っていうのは、正直ね、かなり厳しいと思う。ぶっちゃけね、かなり厳しいですね。まあ、性格補正かけたとしても相当ね、厳しいと思うので、まあ、これがね、若干ネックなのかなと思ってます。ただね、それをカバーする方法っていうのがあるので、そこについても話していきましょう。で、今回ね、紹介する海竜なんですが、型としましては、まあ、テンプレ型になるのかな。まあ、竜舞三立てでご両氏型ということで、基本的にはですね、先日の動画で、竜舞先手必勝型のギャラドス、そちらを紹介させていただいたんですけど、それに似たような感じかな。まあ、とにかく竜舞を積んで、三立てでご両氏していくみたいな、そういった形ですね。かなりおすすめのポケモンになっております。で、特性としましては、夢特性のマルチスケール。そう、夢特性なんですよ。これっていうのは、通常の特性ではないから、一つ注意点ですね。では、このマルチスケール、どういった効果があるのかっていうところなんだけど、HP が最大の時に受けるダメージをなんとね、半分にするっていう効果があるんですよ。なので、ほぼほぼね、確定一発で落ちることはないのかなと思ってます。まあ、敵の攻撃が例えばさ、急所に当たればわからないけど、氷技で。ただまあ、普通に考えると、ほぼそれはありえないのかなと思ってます。そして、連続攻撃では、初撃のみ効果があるんで、ダメージが固定の技では効果がないです。なので、パルシェンがね、天敵かなと思ってますね。なので、パルシェンが出てくると相当厳しい戦いになるんじゃないかなと思います。まあ、そんな感じかな。なので、もし相手にパルシェンがいるんであれば、かなり警戒しないといけませんね。まあ、先にこちらが竜舞積んでるんであれば、押し切ることもできるんですが、もし、竜舞積んでない状態で対面することになったら、結構厳しいんじゃないかなと思ってますね。はい、まあ、そんな感じ。で、こういったまあ、隠し特性のマルチスケールあるので、相当硬いポケモンっていうことがわかるかと思いますね。さらに性格はおそらく1パリで調整した方がいいんじゃないかなと思っていて、持ち物としましては、命の玉、お盆、こだわり鉢巻き、これの3つの中からどれか選ぶみたいな感じかな。ただやっぱりね、海竜、火力でゴリ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 押していって、なおかつ3立てを狙っていきたいので、最優先に考えていきたいのが命の玉。で、次にこだわり鉢巻きかな。まあ、こだわり鉢巻きに関しては、竜舞捨てて、その代わりに、ストーンエッジとか、雷のパンチを入れていくみたいな、そういったイメージ。なので、フルアタ型になりますね。ただまあ、こだわり鉢巻き型っていうのは運用がかなり難しいから、まあ、現実的にはね、やっぱり、命の玉持たして、竜舞積んで、三立て狙っていくみたいな、そういったやり方がいいんじゃないかなと思いますね。まあ、この戦法っていうのは、対人戦でも、あとバトルタワーでも通用すると思うから、まあ、テンプレではあるんですけど、かなり強い方かなと思ってます。なので、まあ、こだわり鉢巻きとかは、できるだけ持たせずに、やっぱ命の玉、この運用が一番いいんじゃないかなと思ってます。まあ、場合によってはね、王を持たせるっていうのもありなので、まあ、これもありなのかなと思ってます。そして、努力値の配分なんですが、攻撃と素早さに252振って HP4。まあ、攻撃と、あと、特防か防御に252振るっていうのもありだと思うんですが、まあ僕はね、個人的に攻撃の素早さ252振りたいですね。やっぱりアタッカーなんで、努力値の配分としてはこれが一番いいんじゃないかなと個人的には感じています。ただまあ素早さ80っていうことで、結構厳しめだから素早さ捨てて、さっきも言った通り、特防防御に
努力値を振り分けるっていうのもありなのかなと思いました。ただその場合だとね、お盆持たした方がいいと思うから、若干ね持ち物にも変更が出るんじゃないかなと思ってます。で、技構成としましては一般的なんですが、激輪、竜の前、神速、瓦割り、まあこれの4つかな。まあ場合によってはストーンエッジ、あとは雷パンチ、こちらが入ってくるっていう感じ。ただ瓦割りに関しては氷対策になるので、やっぱりこれは入れておきたいっていうのと、あとは神速ですね。相手の HP が3分の1程度であれば、割とねこの神速で命の玉持ちであれば落とすことができるから、これはね多分覚えさせておいた方がいいんじゃないかなと思ってます。神速はね相当使えるからな。特に竜前積んでる状態の神速であれば、下手したらね敵の体力が半分程度であれば持っていくことができるから、これはね絶対に覚えさせた方がいいんじゃないかなと思ってます。まあ竜前型であればほぼマストじゃないかなと思ってますね。なのでまあ激輪、竜の前、神速、瓦割り、これがね理想じゃないかな。まああとは好みの問題もありますが、まあさっきも言った通り技のレパートリーっていうのが結構ね海流あるので、随時入れ替えていくっていうのもありかもしれませんね。なので結構ね器用なポケモンじゃないかなと思ってます。あとはこの海流ですね、見てもらったらわかる通り特攻の種族値もなんとね100あるんですよ。なのでまあ高いかって言われるとちょっと怪しいところではあるんですが、別にねこちらの海流特殊型の運用もありじゃないかなと思ってます。特にダイパの環境っていうのは皆さんご存知の通り物理型のアタッカーばっかりなんですよ。ただ一方で特殊系のアタッカーがあまりいないので、なので海竜を特殊型で運用するっていうのはかなりありじゃないかなと思ってます。でその場合だとね、まあ特性とかはマルチスケールでそのままなんだけど、性格は控えめにして、あとは持ち物命の玉で、技は流星群であったりとか暴風であったりとか、そこの2つを起点にして、で後の2つの枠はお好みみたいな感じかな。まあダイモンジを入れるのか、冷凍ビームを入れるのか、10万ボルト入れるのか、まあ人によってね様々だと思うんですが、そういった運用もありじゃないかなと思ってます。ただその場合はフルアタになるかな。なのでこういった方もありじゃないかなと思ってます。なのでまあスターミー使うんだったら海竜の特殊型、これもありじゃないかなと思ってます。まあかなり使いやすいんじゃないかな。なので竜前で3盾5漁師型っていうのもすごくいいと思うんですが、特殊型の運用っていうのもありだと思うんで、なので海竜に関しては複数の方作るっていうのもありなのかなと思いました。なので控えめ海竜もね結構強いから、ぜひねこちらも覚えておいてください。ただ命の玉を持たせることによって、なおかつ性格の補正かけることによって特攻の100っていうのもカバーすることができるから、十分ね使えると思いますよ。ただまあ特攻100っていうのが結構中途半端だからな。まあ棒マンダでもねこれ代用することできるからさ、どうなのかなっていうところなんですが、ただこういった方もあるんだよっていうことを覚えておいていただければと思いますね。ただどうなんだろうな、ダイパってさあれじゃん、ランクもないからさ、結局ねどの方の海流が流行ってるかっていうのはわからないんだけど、ただね竜前三盾型の方か、あとは特殊型の方、多分こちらがメジャーじゃないかな。まあ特殊型に関しては剣盾であれば運用することってほぼないと思うんですが、ただダイパの環境だとね特殊系アタッカーがやっぱりいないから、まあ候補に入ってくるのかなと思いました。はい、ということで今日はですね海竜の育成論、あとは特徴であったりとか、どういった技構成にした方がいいかっていうところ話してきました。皆さんいかがだったでしょうか。これからもですね継続的にポケモン関連の動画投稿していくので、もしよろしければこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。おそらくポケモンやってる方であればチャンネル登録しておいて損はないんじゃないかなと思いますね。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。じゃあね。